今日は9月1日です。2011年です。さくらのオランダ風車で有名な、リーフデというところにやってまいりました。ふるさと広場という名前で呼ばれています。今こう見ますとちょうど一面にひまわり畑となっております。比較的大きなひまわりがまだ、たくさん咲いていますね。周りはリーフデの周りはですね、水田が多くありまして、まだ収穫前の、稲がたくさんなっております。ちょっとそちらを見てみますね。リーフデという名前は、友愛という意味のオランダの言葉だそうです。オランダのと、桜市がですね、友好関係を結んでいまして、このリーフデという風車が、寄贈されたというふうになっております。で、リーフデの周りは、いわゆるオランダ風車ですので、チューリップ畑が春に、この一面に咲くことになっております。1年のうち春は一番有名なんですけども、その他に、夏はこうしてひまわりが植えられることになっています。で、秋には一面のコスモスということになります。ではリーフデにちょっと近づいてみますね。この辺のひまわりはまだ枯れておりませんで、比較的大きめのひまわりですね。花の大きさが大きくて、ビナ太陽の方を見ております。で、今日はちょっとあいにく曇りですけども、台風接近中ということもありまして、その合間の、曇りという感じがいたします。こうして、だんだんリーフに近づいてまいりました。とても大きい風車だと思います。こういう黄色いひまわりはとても綺麗ですね。なかなか立派な花びらをしていると思います。リーフデの周りはリーフデの水車を回すために、周りに、小さな池が作られております。ここが水が流れておりまして、でこれが風車なんて水車を回しているというふうな形になっています。リーフではこういうふうな、風車でして、普段は穂布っていうのがあるんですけども、風がない時や、風車を動かす時にはほんの、いわゆる船の帆みたいなものですけども、それを張って、回すというふうになっております。なかなかこう、これは桜市の運営になっていますので、入場料というのは特にありません。そうですね、またコスモスの頃にやってくるといいかなというふうに思います。隣はですね、いわゆる印旛沼ということになります。印旛沼が広がっておりまして、今はそうですね、ヒガンバナが咲き始めております。で、また周りには、コスモスなども咲いております。また、マリーゴールドなども植えられて咲いております。これが入り口のところですね。こんな形になっています。